この動画は、これらのモッドを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。ドーバーデーモン。どうもー、アジサイの季節で散歩が楽しい、ともっちゃです。中でも青いアジサイが好きなんですけど、最近は青いアジサイを育てるための専用の土や肥料があるんですね。あ、マイクラ関係ないね。前回は、この液を作りました。まる。はい、今回は、液に線路をつなげていきます。まずは、線路を敷くエリアの確認をしましょう。橋脚やトンネルを作る予定の場所に、洞窟などがあると埋め立てが大変ですからね。ちゃちゃっとヘリで見てきましょう。ちらほらと洞窟が見えているので、穴をまたぐ感じで高架線路をつなげていきたいのですが、橋脚の間隔が空きすぎないように計画を立てます。岩山の部分はトンネルでくり抜いていくだけですが、横穴とぶつからないかが問題ですね。そこら辺は、実際に掘ってみないとわからない部分ですが、ミラーでくり抜いてしまうので、いちいち確認してもいられません。今、一瞬ですが、色違いのモミジが見えました。ちょっと、着陸して調査に行きましょう。これです。宝のモミジの木。モミジモッドのレアアイテムゲット。カレースパイスは地味にレア。でも、ともっちゃはカレーよりハヤシライスの方が好きです。カレーは苦手というわけではないのですが、自分から進んで食べようとはしません。ただし、カツカレーだけは別です。カツカレー以外のカレーライスを自分から選ぶことはありません。カレーうどんやカレーパン、カップヌードルのカレー味とかは平気なんですけど。なぜかカツカレー以外のカレーライスはメニューにあっても選ばれることがありません。選ばれたのはカツカレーでした。お前の食い物の好みとかグッソどうでもいい。さあせん。というわけで、線路建設予定地に、目安となるマーカーを設置しました。このマーカーを基準にして、高架線路やトンネルを作っていきます。岩山をぶち抜いて最短経路で結んでもよかったのですが、景色が良さそうなルートがあるので、少しばかり迂回させています。斜め線路は挙動が不安なので、直線主体を想定して建設していきます。その方がビルダーで楽に建設できますからね。トンネル工事の方法は75話と76話の方法と同じです。ミラーで全てを撤去してから、外壁を選択して石レンガで舗装していきます。なんか描画が不具合を起こして、ブロックが描画されなくなるバグが発生しています。ブロックを設置したり、壊したりすると、一部のブロックが一瞬表示されなくなるんですよね。そんなバグと格闘しつつ建設。バグがどれだけひどかったか、よくわかるシーンがこちら。外壁モードにして資材を投入した瞬間、蓄えられたエネルギーが一気に放出され、大量の石レンガが一度に設置されましたが、設置されるたびにブロックの表示がバグってしまい、ワームホールができたみたいな状況に。再インストールとかモッドの入れ直しをしたりと、いろいろ試した結果、現在は復旧しています。高架線路は、84話でのバイパスと同じ建設工法です。サクッと完成。早速上空から見てみましょう。トンネルなんて見えないから、ここら辺はあまり意味ありませんね。トンネルから抜けた先は、高架部分の高度まで登っていくようになっています。途中でシェルターなどを設置してアクセントにしてみたり。線路周辺の湧き潰しは、信頼と実績の盛り塩を使っています。斜め線路を使えない分、カッコカクなルートになっています。まあ、その方がマイクラっぽいのでいいんですけどね。
それでは、肝心の車両運行テストといきましょう。もぐ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 。そういえば、忘れないうちにジャングルの木を回収しておかないといけませんね。ゴーレムさん、ちょっと通りますよ。ジャングルの木はここでしか手に入らない貴重な資源です。過去に見つけたジャングルもジャンクの再生成で消えてしまいましたし、遠すぎて回収に向かうのも大変ですからね。ジャングルの木とニャンコは量産できるだけ回収してあったので、現状では特に困ることもありません。まあ、ジャングルの話よりも鉄道ですよ。新しい線路を試験走行する試験車両の走行試験をしましょう。新車両のテストをしてから、建設した路線のテストをします。こちらがその新車両。山賊拠点を攻略したことで、レッドストーンに余裕が出てきたので、高速列車を作っちゃいました。レッドストーンは、修羅道場で手に入れたフラックスからも生成して、数を揃えています。早速エンジンスタート。出発進行。客や、いきなり大事故になりかけました。危ない危ない。先頭車両に両をつなげて試験走行して、中間車両を追加して試験走行して、それからマイホーム駅までの新路線の試験走行をします。実用化までに繰り返されるトライアンドエラー、その積み重ねによって完成に近づいていくのです。とりあえず2両目を本線に持っていきます。この高速鉄道を作るのに、銅がたくさん必要だったのですが、採掘量が少なかったため、今回の車両製造でほとんど使い切ってしまいました。鉄道車両自体、貨物と旅客で数が揃っているので、これ以上製造する必要もないんですけどね。あとはこの2両を接続してっと。佐賀村まで新車両の試験走行をしましょう。さすが高速列車、ディーゼルよりも断然速いですね。早すぎてチャンクの読み込みが追いつきません。村人がまた増えてきたので、村の真下は重くなりがちです。今のカーブ、かなり危ない挙動でした。3両編成にした時、事故る可能性が高いですね。思ったよりも全然スピードがあるので、ヘリコプターの代わりに使ってもいいかもしれません。問題があるとすれば、木炭を燃料にできるヘリコプターの方が、運用コストが安いという点ですかね。佐賀村に到着。このままアステル村に戻って、中間車両を追加して、再試験走行と行きましょう。想像以上にスピードが出て、普通に楽しんでます。鉄道にはあまり期待していなかったのですが、いざ完成してみるとそれなりに愛着というか、苦労した甲斐があったというか、かなり達成感が湧いてきますね。
ほげー。第3次。あれれー、ポイントは確かに切り替えておいたんですが、高速でカーブした直後だったからダメだったのかな。まあ、ともかく、ポイントを確認してから、今度は中間車両を追加しての試験をしましょう。誰も乗せる予定がない客車を追加してっと。出発進行。3両編成になっただけで、さっきよりも列車してます。やっぱりさっきのポイントは危なっかしいですね。そういや、H キーで汽笛を鳴らせるんだった。はーん。さて、問題のカーブポイントです。減速して慎重に進入します。ゆっくりー、慎重にー。一番後ろの車両が、っていうか、貨物列車の貨車もおかしなことになってる。第三次。空港の下にある駅から再出発です。ほいほい。問題のポイントは貨物列車を撤去して直進するようにしておきました。低速の車両だと問題なかった点も、高速化により修正しないといけない点が出てきました。それらの修正は次回あるとして、今回のうちに問題点をなるべく調べておきましょう。不具合の早期発見のための試験走行ですからね。念入りに何度も試験します。まもなく問題のポイント。3度目の正直です。直進なら問題がないので、カーブとポイントの間隔を空けて設置し直せば解決しそうですね。ホームを縮小して、カーブ後に直線をいくらか追加する工事を次回にでもしておきましょう。貨物列車の機関車はループ線に待機させてあります。尺も厳しいので、このまま、マイホーム駅まで走らせましょう。こだわりのトンネル入り口。流れていた滝を維持してトンネルを作っています。試験走行なので、速度は抑え気味。ルート上のちょっとした山はトンネルとシェルターで強引に通しています。さあ、最後のカーブを曲がってラストスパートに。
ここら辺は問題なさそうなので加速してっと。3両編成で使うには、駅が大きすぎますね。資源が揃えば、中間車両も追加していけるのですが、その前に、路線を高速化に対応させなければなりません。次回は、既存の鉄道路線の高速化対応工事をしていきます。今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオー。